はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？前回ね、カントリープライド限定モデルの在庫品ね、まだありますよっていうのをご紹介したんですけど、今日はこの最新の1786のファンクションについてちょっとね、再度確認作業お話をしていきたいと思います。1786、1786でいつも言ってるけど、何っていうのは型番ですね。ウィルソンさんから発売されている内野収容の型番1786、1985年か6年か、まあその辺にデビューしてるんですけど、30年以上愛されるロングセラー、ベストセラー商品の内野手モデルでございまして、麻生茂明さん、グラブデザイナーのウィルソンのシカゴに住んでますけど、麻生さんがねデザインしたグラブですけども、これがね非常に長いこと評判がいい。で、どん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 新しくマイナーチェンジされてまして、これは最新のねスタイルになってますので、そのスタイル機能についてお話ししたいと思います。まあ、ご存知の方はご存知ですけど、1786は 11.5 インチ、11ハーフのサイズで、もちろんデュアルで H-WAVE のハーフクロッチ、そういったスタイルが身につく特徴的なところなんですが、新しいところもね紹介していきたいと思います。まずは素材。ウィルソンといえばプロストックレザー、 A2000、A2K とございますけれども、両方ともしなやかで耐久性の高いグラブ素材としては最高級のプロストックレザーを使用しております。それから2つ目、ウィルソンのグラブ USA では全部そうなんですけど、ここハミウェルティングが2つあります。デュアルウェルティング、スプリットウェルティングもねあったんですけど、最近はほとんどねこのロールドデュアルウェルティング、つまり玉ハミのデュアルウェルティングですね。こう指先がハミが2本入ってますからね、強い強いね。でこれライニングもデュアルになってますから、非常にこの玉際に強い、ボールを逃さない、このね綺麗なシェイプを作り出すこのデュアルウェルティングがその代表的な機能でございます。それからここからはね、新しい1786のスタイルなんですが、皆さんグラブはめるときどうはめますか？こう普通にはめますか？指出しますか？フィンガーシフトですか？1786フィンガーシフト仕様でございますが、普通にはめて OK ね、フィンガーシフトでも OK、 指出す人多いんじゃないですか？ここ見てください、ちょっと違うでしょ。これはフラットフィンガーバインディングという機能、パッと入れて、あるいはパッと入れて、指を出した時に指当たりが痛くないっていうねスタイルになります。チュッチュ。それからバンド裏がムートンじゃないですよ、ドライレックスリストライニングなんて言い方してますけども、エアフローですね、キュッキュー。これもね新しい感じのスタイルになります。それからね、新しいのはこのコンフォートプロフィットっていう考え方でいろいろ工夫されてるんですが、まずはこのライニング材ね、これはプロラックスレザーっていうね、プロラックスレザー、特別にライニング用、指当たりのいいように開発されたレザーを使用している。これがまず1点目、プロラックスレザーですね。2点目、コンフォートスリーブということで、あ、これ言うの忘れてたね、これ当たり前だから、向こうではね、パディットサムって言って、これね親指のループに、見えるかな、ループがあるんだけど、その中にねこうパッドが当たってます。これ非常にね親指が快適なんですけれども、これは当たり前なんですが、小指側、小指側も当たったら嫌だなーって、ほら分かります、これここね、このリストストラップのレーシングのところが当たって痛くならないように、ここにも小指側にもパッドのフードがついてます。これがコンフォートスリーブ、プロラックスレザーコンフォートスリーブ、これがコンフォートプロフィットっていうね、考え方になります。以上が特徴になってくるんですけども、あとデザイン的には今はね、ウィルソンさんはこちらボールドロゴズということで、直刺繍のデザインになってございます。従来ですとこれ
ウィルソンのオーバルウィルソンの文字とかサークルダブルの文字がほら切り抜きにはめてある。あるいは台からしっかりと刺繍してあるオーバルウィルソンサークルダブルですね、だったんですけれども、今のトレンドウィルソンではこちらボールドロゴズそのままダイレクトに文字を刺繍するというのが一番のトレンド、新しいデザインでございます。はい、以上がねウィルソン米国発売の1786の内容でございますけれども、前回も紹介しましたね、日米同時発売ということで、今4カ国カントリープライドシリーズまだございますので、ご入りの方おっしゃってください。上代税込み 41,800 円でございます。2回に分けてご紹介いたしました。それでは皆さん、さようなら。ヤクルト戦お前飲んどるやろって言ったら、うん、家で撮ってますとか言ってたよ。マジ？ほらなって言って、うん、この前と全然違うやないか。でもこの前の時、あの時飲んでなかったやろって言ったら、いや飲んだろう、あの何ヶ月前からですとか言って、ほらじゃああの時だからそういうことなんやってとか言って言ってヤクルト戦で人生が変わる。ヤクルト戦で人生変わりますね。あれでも毎日飲んだ方がいいと思いますよ、本当に。あんだけ健康で気分ですから、やっぱ。え、寝る前に飲むの？僕はそうです。だ僕はだからこの前のあの石原スポーツに入る前に飲んで眠気があって帰り危なかった時を鑑みた時に、はいはいはい、で一応調べたんですよ、うん、だから3時間、まあ、人によって差があるにせよ3時間ぐらいだって言うんで、え、睡眠導入剤みたいな効果があるわけ？だから、まあ知りませんよ、詳しくは知りませんよ、うん、僕はまあまあ、白タカブでしょ？白じゃ何だっけ？白タカブ。白タカブが腸で、はいはい、なんかいい感じになるんじゃないですか。眠たい。でストレスの緩和とか。眠いよってなるの。なんじゃないですか。でそれの個数がたくさん入ってれば入ってるほどいいんじゃないですか。僕はだから合ってるんですね。だから白タカブが小腸で、はいはい、眠気を催すような働きをして、はい、だから詳しく調べた、よく眠れるようになるから、はいはい、次の日調子がいいってことでしょ。だから石原スポーツさんはでも気をつけないといけないのが、うん、仮にヤクルト戦飲んだ後にビール飲んじまいますよね、うん、いやそれは知りません、僕はアルコール飲まないんで。あ、そっか、はい、だからビール飲んだら効果がどうなるのかとか、でそういうのは僕は知りません、はい、僕はアルコールもあのタバコも一切しない人間なので。そうだね、はい、だから寝る前にヤクルト飲んで、うん、あ寝る前じゃないですね、寝る直前じゃないですね、うん、だからもうあ今飲んどけば3時間後ぐらいには寝たいよなみたいな時に飲みます、はい、そうやね、飲む打つ買うの打つだけやもんね、うん、でだから寝れるって最高ですよ。だって寝れる人間で打つになる人なんてほとんどいないじゃないですか。寝たら起きれないって。ああそっちですか、うん、あじゃあ朝だ今日も頑張るぞってならないってことですか。ならないならない。あそれはまずい。もう眠たくて眠たくて。ああじゃあそれまずいやつです。白タカブ飲んだら余計眠たくなるじゃん。ならないならないです。あのそれがおーしじゃあ今日も試しに頑張ってみるかとかそういう感じです。はあ、はい、ちょっと試してみてくださいよ白タカブね。いやで今日僕これあのコンビニで、うん、僕今まで本当にほとんど売り切れてるんですよ、常にコンビニで、うん、でなぜかというと、うん、さっき聞いてきたんですけど、お姉さん、あ可愛いお姉さんに、でこれってちなみにいつ入るのって聞いたんですよ、うん、で今日僕初めて見たんですよ、コンビニ2本あったんですよ。はでお一人様1本までって書いてあります。えそんな厳しい規制なの売れたらいいじゃん。いやいやいやなんですけど、お一人様1本までって書いてあって、だから僕買ってから出てもう一回入ったろうかなと思ったんですけど、まあ、あのお姉さんなんでやめましたけどそれか高木さん連れて行こうかなと思ったんですよ。で高木さんごめんもうちょっと買ってきてとか言って言おうと思ったんですけど、高木さん今日来ないね。高木さん今日に限って来ないですもん。もうおかしいな。でこれが今日僕初めての悪口じゃないけど悪口みたいなもんじゃないですか。今日なんかすごい爽やかな画面になってるよ。そうでしょ。だからこれヤクルト戦だからもうこれ今日から見た人は、うん、なんだあの爽やかなオレンジのシャツ着たやつはと。あでもこれ前から見た人だとあれなんだあいつ
なんか麻薬でもやっとんかみたいな、そういう感じ。今日面白くねえぞ。ああ、やっぱ悪口の方が面白いですかね。言えないですもん、でもヤクルト戦。いや、わからないもん、だって。ヤクルト戦飲んでこずに、みんなが何言ってるか。ちょっとそれ、ちゃんとやってみなさいよ。じゃあ、自分で言えばいいじゃん。俺は何も言ってないよ。いや、でも僕、ちゃんとこういうシャツとか持ってきたりとか、うん、ちょっといろいろしたんですけど、うん、もういいです。それ、阪神タイガースじゃない。いや、違う。阪神タイガースでしょ、それ。ああ、そうですね。色が。あ、だからランディさん欲しいかなと思って。で、ここにランディって感じ。あのシルエットのやつ入れたら胸に。ああ、ですね、うん。ランディさん、サイズ何でしたっけ ?L、O? あ、O か。L かな、これ L なんですよね。これ、あの、でも、このあの、それ見本でしょ、消化シャツです。うん、まあ、それは来ないんですよ。僕はヤクルト戦の話したかったんで、阪神の話したいんじゃないんですよ。はあ、ヤクルト戦の T シャツプリとして着てたら余計効くんじゃない？ダメですけど。ここに、ここに。ああ、でも、本当に。うん、あのちょっと今度もしコンビニ行った時にあ買ってみる、買ってみる、どこでしたっけ、バロー行くんでしたっけ、バロー、あーとかで試しに万が一売ってたらちょっと買ってみてください、あの騙されたと思って、はいはいはい、で飲むのはまあ寝たい時ですけど、ただアルコールとの融合性はちょっと僕は知りません、の自分がアルコールしないんで、うーん、はい、いや、あれでも強烈でしたけどね僕は、はあ、もう求めすぎてこの間、うん、もうだから普段あんまりコンビニとか僕入らないんですけど、うんうん、あのもう見つけたら入る、見つけたら入る、見つけたらバカ野郎ねえじゃねえかとか言って、ですけどもうやっぱり宅配用のこんなすごいんだ、はい、あれさえ取ったら早く、じゃだから新規で受け付けてくれないんですよ、いつから受け付けてくれるの、知りません、あれだから俺先生やぞって言って、お前そういえばあれどうしてもお母さんには言わないでくれって言ったから俺内緒にしといてやったよねみたいな、そこまで僕は言ったんですよちゃんと、うん、脅迫ね、はあ、いや脅迫じゃないです、うん、いやあれお母さんにあのことだけはとか言って言うから、お前本当はこっちは家庭連絡しないといけないのがルールなのに、お前のその気持ち組んでやって上手にごまかえてやったのに、お前この後において今度裏切る気かって、恩は恩で返すんだぞって言ってやったんです、はい、鶴みたいよね、はい、でも恩は恩で返すのが人間としてあるべき姿だと思う、だから恩はあだで返すような人間にはなりたくないですよね、あだじゃないでしょ、因縁つけられてるだけでしょ、その人は、いや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 、でも本当に家庭連絡しないといけなかったんですよ僕は、うん、ですけど、まあ、そうだけどそれはオンだけど、はい、それをヤクルト1000に変えろっていうのはいやでも就職してるんだからいいじゃないですか、先生ですよ僕、ないんだから、いやいやいや、ないもん、俺ないでしょ、じゃあるんですよ、あるの、うん、あるんです、本当はあるんです、そんなのは、うん、本当あるんです、本当あるんです、でそうですよね、だってワールドペガサスの例えば何でしたっけ、ガツブラシでしたっけ、うん、ない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 って仮になったとしても、うん、本当はあるじゃないですか、ないよないもんない、いやいやいや本当はあるんですよ、大体そうなんです、本当はあるんです、はい、いくらない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 っつっても本当はあるんです、はあ、だけど